るか。一覧並びすぎやろ。ちょっと散歩して、P ちゃんの会社まで行きたいと思います。P ちゃんは電車で会社に行きました。どうなんだろうね。F 値の設定ここなんですけど、数値が読めません。老眼で 5.6 にしたいんだけど、これ 3.5 ここだ絶対。知らんけど、はい、これで撮ってみます。光が綺麗なんで空とも対比、あとフィルム性能見たいんで撮りたいんですけど、シャッタースピード500分の1しかないので、常々 ND フィルター16で、なんとしかも今入ってんのが ISO400 なんで昼だっちゅうのに。ですね、F11 見えねえよ見えなすぎる。 F11 どこだ。 F11 にし、ちょっとピント合ってない。 F11 にしてこのぐらい、多分これが8だと思う、見えないけど11だとして、シャッタースピード250で ND フィルター16つければ撮れるかな。ISO400 の富士フィルム。なぜ入ってるかというと、一度、自動巻きっていうか、これじゃないやつに入れて、誤って巻き戻しをしてしまって撮る前に。で、フィルムピッカーで復活させたやつで撮ってるっていう。あんま意味ねえか。はい、それでは。多分車の音がうるさいけど、かわいすぎですねあの朝ドラ見て、持ってかれちゃいました。うわー、逆光まぶし。渋谷方面見てます。これが素の iPhone カメラのそのまんま、ND フィルター16。さすがにこの明るさだと50とか100までいってないみたいですね。シャッタースピードフリッカー出てます。
残念。巡航の方だとどうかな。赤信号がどうなってるか見えない、遠いし。これ今ノーマルで ND フィルター、ほい、どうでしょう。あの安物の ND フィルターなんで、色がちょっとついてんじゃないかな。わざとつけてあるような気がするんだよね、ニューは。あのなんでだろう。でしかもなんかあの ND フィルターの濃さによって違う。これはね、青系のこういう感じで青系なんです。これ空じゃなくて、実際にフィルターもね青っぽくて、もう一つ下がなんか黄色っぽかったりして、なんなんだろうね。はい、これノーマル。まあどっちにしても iPhone 最強ですわ。あの工事うるさいですが戻っちゃったけど、このスーパー逆光フィルムコニカ2で撮るとどうなんのかな。あのまあ ND フィルターつけますけど、一応露出測ってみたら、簡易の露出測りですけど、F8 で250ぐらい、まあ空だと本当は500ぐらいにしなさいっていう感じなんだけど、まあ別にこの情景だとなんか空の雰囲気が欲しいわけじゃなくて、まあ最悪カラーで撮れなければ白黒に落としてみたらどうかなっていうところもあるんで、まあ落とすっていうか白黒にしてみると使えるかもしれないなっていう。ちょっと F8 の250で撮ってみましょうかね。500でも1段ぐらい上げるならいいんだけど、一応あのカメラのマックスの500、本当に500で撮れてるのかどうかも含めて見てみますね。一応あのコニラビット500マックス、かつバネが別バネのはずなんだけど、すごいこのカメラはあの 2BM なんですけど、調整済みで買った、メルカリで買ったやつですけど、なんかね500に入れるのもね軽いんだよね。本当に500の速度出てるかっていう感じなんだけど、撮ってみよう。こんな感じになりましたね。考えてみたら、501に、シャッター入れたの初めてかもしれないっていうぐらい、あのちゃんと別バネっぽい感じの、あの抵抗があったのと、501に入れて、シャッターをチャージしとかないと、チャージしてると回んないんですよね。でたまたま、シャッターチャージしてなくて、500にした時にちょっと重くて、おやまと思って、で、シャッターをチャージしたら、そのいつもよりね、チャージするのに結構重かったんで、きっとっていうか、これどうなの？ちょっと今あの写真見ないで喋ってんだけど。どうでしょうね。白黒はこんな感じ。多分ねいい感じじゃないかなと思ったんですよね。うん、いい感じとしましょう。見てないけど。いやしかしあの反則技ですよねこういうね。ピーちゃん曰く可愛いんだけど、その役者としては。ちょっと見てらんないというシビアです。原宿から表参道、原宿から表参道を通ってようやく ABX のビルに来ました。写真楽しすぎて、あと散歩楽しすぎて、ちょっとピーちゃんの事務所寄って、事務所の P ちゃん取って、ランチの方に行きたいと思います。なんか予約してくれたみたい。はい、ジムではありません、オフィスです。
素晴らしいオフィスで。これだけが嫌だねって、この辺住むのいいけど飛行機が近いのだけは嫌だねって。かっこいい、大好き飛行機、飛行機ばっかり。すごいもの見ちゃう、レトロすぎる。はい、今日の最後のスナックさんがすごい。最後の目的地は新井薬師。もう暗い、なんかバシバシ飛行機が通る。はい、ここです。ここ曲がって、あ、ほらほら飛行機、また飛行機。うん、はい、修理に出したカメラを受け取りに来ました。じゃあ行ってきます。はい、無事にカメラの修理が終わりました。受け取ってきました。